お元気ですか？めめだかです。今日は今年最後のビオトープの立ち上げ動画になりますよ。原種メダカを飼育したい私の夢が今回叶うことになったので、改めてビオを立ち上げることにしたんですね。石と自然な植物を組み合わせたビオトープになります。ぜひ最後まで見ていってくださいね。で、その前に今年立ち上げた2つのビオトープの様子も報告しておきたいと思います。こちらはガジュマルビオ。ガジュマルは新芽がいっぱい出てきて茂ってきました。希望の気根いっぱいはまだまだ先のことになりそうですね。これはやっぱ10年計画レベルですね。このビオは新芽綺麗でしょう。こちらは元トマトビオ。トマトはいっぱい花をつけたんですが、花がみんな落ちちゃって、プロの方に見てもらったら肥料不足って言われました。さらにトマトは台風でやられちゃって、結果新しく半化粧を入れることとなりました。半化粧セールで半額だったよ。ラッキー。しかしトマト難しかったな。メダカたちは相変わらず元気いっぱいですよ。さすがに3年目、やや世代交代は起きています。ではビオの立ち上げいきますね。自然派ビオトープ立ち上げていきます。用意したものを紹介しておきますよ。向こうに完成してないビオの枠が映ってますが、気にしないでいきましょう。そのうち完成したいとは思っています。鉢はチャームさんで購入、23リットルの水蓮鉢です。これはすでに同じ鉢を使っているのでリピート購入ですね。こんな感じですね。そしてビオの中に段差をつけようと思いますので、あぜ波も用意しました。あと流木、赤玉土、あぜ波隠しに石は風山石を用意しています。植物の方ですが、いつものアナカリス。これは他のビオから取ってきてますので、スネール付きですね。ビオのスネールは壁になっちゃったかな。自然派なんで足を用意しました。十和田足って言いますよ。ピンクの斑入りでなかなかおしゃれですよね。そして八重おもだか。お花は小さくて可愛いらしいですが、来年のお楽しみでしょうかね。そして植物の最後はタヌキも。勝手にビオに生えてきた植物で、食虫植物、アリコが食べられる可能性がありますけど、当面繁殖は考えていないので、これ入れてみて経過観察したいと思います。用意はこんなところでしょうか。さて始めますよ。鉢の中に浅瀬作っていきます。あぜ波を浅瀬の高さにカットしていますよ。鉢に傾斜がついていますので、あぜ波の両端も傾斜に合わせて斜めにカットしました。これがなかなか難しい。実はこれ撮影やり直して2回目なんですけど、これならなんとかフィットしそうですね。石で固定しながら赤玉土入れていきますね。これがね、思ったようにいかないんですよね。難しい。誰かいい方法を教えてって感じです。やり直しなんで赤玉バケツの中にいっぱいになっちゃいました。赤玉は意外とたくさんいりましたね。手抜きして入れたらえらい砂ぼこりだし、やっぱちょっとずつ丁寧に入れないとダメですね。苦心惨憺、やっとここまでこぎつけました。ここに十和田足ですね。ちょっと根をほぐして植え付けますよ。まだまだ赤玉は足りませんね。何キロ使ってるのかな。買い置きあってよかったです。植物入れたらお水かけておきましょうか。弱っちゃうといけないのでね。
横に八重の面高。さてここまで来たら水入れて石組んでいきますね。ほぼ完成です。石組みに手こずってしまって動画撮影できませんでした。ごめんなさい。でもなんとか完成。自然派ビオトープ、全体像はこんな感じ。華やかさはないけど原種のメダカたちが暮らすビオトープ、それっぽくいい感じに出来上がりました。どうでしょうか。八重の面高、十和田足、流木も配置しましたよ。石組みはこんな感じにできています。石を組むことであぜ波も隠すことができています。浅瀬にはグロッソスティグマを植え付けています。ビオのお守りアナカリス、謎の植物タヌキも。数日が経過して水も出来上がりました。最後に世の中の流行りに反して新しい仲間は原種メダカです。ずっと憧れてたんですよね。ミニガサガサで捕まえてきましたよ。ガサガサの動画は多分またショートでアップさせてもらうと思います。その時は見てくださいね。原種メダカたち、やっぱうちで生まれて育った子と違ってなかなか出てきてくれません。仲良くなれるかな。いや、ならないとね。頑張ります。今日は原種メダカの自然派ビオトープ、今年最後のビオトープ立ち上げの動画でした。ついに原種メダカに手を出してしまった。メダカ大好き、メメダカでした。おまけ。稲の香り漂う秋の田んぼ、大人になって初のガサガサ。真っ青な空、赤トンボがいっぱい飛んでました。気持ちよかったなぁ。